牛島の富士牛島の富士は、埼玉県春日部市牛島にある富士の巨木、国の特別天然記念物に指定されている。牛島の富士埼玉市牛島の富士の位置、春日部市が一東方、利根川の急流路の名残である大内琴根川の左岸標高約6メートルの氾濫源に位置しており、現在は周囲を住宅地で囲まれている。牛島の富士は、 紫富士の巨木であり、園芸品種としては、日本最大のもので、全体の根回り9.2メートル、総面積700平方メートルに及ぶ、富士棚の枝張りは、東西約34メートル、南北14メートルである。山富士に似ているが、山富士は、上から見て、鶴が左巻きなのに対して、富士は、右巻きで無毛であるため区別できる。 毎年4月下旬から5月上旬にかけて開花し、花の最盛期には花房の長さが最長2.7メートルにも達し、多くの見学者で賑わう。樹齢は1000年とも1200年とも言われ、伝承によると工房大師を手植えと伝えられている。当初は元新言衆寺院、蓮華院の境内であったが、1874年に廃寺となり、 その後何度か所有者が変わったが、現在は所有する小島家による有限会社等海園により管理公開されている。1928年1月18日に国指定の天然記念物となり、1955年8月22日には特別天然記念物に格上げされている。また、1989年には新日本名牧100、1000に選定されている。 2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された。2017年現在、日本国の天然記念物に指定された、鶴生植物は8件、そのうち富士族は7件であるが、富士族の特別天然記念物は、牛島の富士のみである。東海園、ありがとうございます。